皆さんこんにちは。子役時代より活躍し、歌手や女優として人気を博していた小川智子さん。お騒がせな人というイメージがある人も少なくないかもしれません。最近はテレビで見ることが少なくなりましたが、そこにはある理由が。経歴とともにご紹介します。小川智子さんのプロフィール。名前小川智子。生年月日1949年1月26日。出身地広島県広島市生まれ、東京都北区育ち。学歴聖華学園女子高等学校を卒業。広島市に生まれた小川智子さんは3歳の時に東京の北区に移り住みました。バレエのレッスンを受けていた小学校5年生の時に東宝の児童劇団に入団し、1960年に放送されたテレビドラマ「ママちょっと来て」でデビューしています。デビュー後は主に子役として活躍。多くのドラマへ出演するようになり、聖華学園女子中学校在籍中にはQちゃんの司会もこなすなどの活躍を見せます。さらに1995年には夢のスタジオの司会を務め、翌年には久保博史とデュエットで歌った歌謡曲「恋旅行」を自身の初めてのシングルとしてリリースしました。高校卒業後は小川智子さんを青春路線で売り出すと約束した東宝に、青春路線とは真逆の作風の作品への出演をオファーされたことから、小川智子さんはまだ18歳であったのにもかかわらず、一人で東京の本社へ乗り込み直談判しました。結局東宝との契約を解消してしまいます。しかし交わしていた東宝との専属契約はまだ2年以上という長い期間が残されていたため、この小川さんの行動をマスコミは散々書き立てました。その後1968年になり、東芝より夕べの秘密をリリースし、正式に歌手としての道を歩き始めます。この夕べの秘密はオリコンで1位を獲得するヒット曲となりました。夕べの秘密の大ヒット以降、男性を中心に多くのファンを獲得し、一躍人気歌手となった小川智子さんはヒット曲を次々と発表します。 NHK 紅白歌合戦には1968年から3年間連続で出場し、夜のヒットスタジオの記念すべき第1回放送にも出演しました。女優時代に培った見事な演技力を生かし、番組の合間に挿入されるコントでも中心を務めるなど、新しい一面も見せました。1970年代に入ると再び女優として活躍するようになります。映画やテレビだけではなく、ダイハツ・シャルマンの初代モデルのイメージキャラクターを務め、当時の芸能人としては珍しかった個人の事務所を設立します。1996年頃はそれまでは出演の機会が減っていたバラエティ番組への出演が多く見られるようになり、2000年頃より歌手としての活動を再開させています。伝説となったカーレーサーとの出会い。そんな小川智子さんですが、レーサーと交際していた時期がありました。それは小川智子さんが18歳の頃のことです。お相手は一万円札の絵柄にもなっている偉人福沢諭吉のひ孫である福沢諭吉夫さん。当時福沢諭吉夫さんはモデルとしても活動しており、加賀まりこさんや内田裕也さんなど多数の芸能人とも親交が深かったと言われています。また東京都港区にある飲食店キャンディーの常連であり、この店で小川智子さんと
福沢諭吉さんは出会ったのです。この時小川智子さんは石田あゆみさんと来店していたそうで、恋人としての二人の仲は周囲に隠されることもなく公認の仲だったようです。しかし二人が交際を開始した2年後の1969年2月に、福沢諭吉さんはテスト走行中の不慮の事故により帰らぬ人となってしまいます。鉄製の標識に突っ込んで即死だったそうです。実は事故の前夜、小川さんに電話で、車がスリップする、明日乗るの嫌だと話していたそう。これが最後の会話になりました。このことを受けて小川智子さんは出演していた夜のヒットスタジオの収録中に初恋の人を歌いながら泣き崩れてしまい、この放送回は伝説とまで言われるようになります。そんな痛ましい事故が起きてから3年後、小川智子さんは彼のことを思い自ら出演し、監督、撮影などを全てをこなしたドキュメンタリーマカオグランプリを制作しています。結婚相手は昭和一のモテ男だった。小川智子さんは悲しい過去の恋を乗り越えて1977年に結婚しています。結婚相手は俳優の林洋一さん。その甘いマスクから2、3股は当たり前というほどのモテる人物だったようで、昭和を代表するイケメン俳優としても有名です。しかし二人の関係は長くは続かず、結婚してから6年後の1983年に離婚しています。離婚の原因については小川智子さんの浮気が原因だと言われています。この離婚騒動の後、1988年に小川智子さんは4歳年下の美術評論家伊藤淳二さんと再婚を果たします。結婚当初はお互いの我の強さから長くは続かないと自ら語っていましたが、二人の結婚生活は今でも続いています。子供についてはいらっしゃらないようですが、クリスマスや記念日は盛大にお祝いするような仲のいいご夫婦だそうです。某団体の広告塔として活動。1991年週刊誌のフライデーに幸福の科学を批判する記事が載せられました。このことについて小川智子さんと作家である影山為夫さんが激しい抗議活動を展開し話題になりました。このことは俗に講談社フライデー事件と呼ばれていて、小川智子さんは抗議団体の先頭に立って大きな声を上げながら講談社を糾弾しました。さらに立ち上げた講談社フライデー全国被害者の会では、副会長として矢面に立ち、7つの裁判所で講談社を相手取った訴訟を起こしたのです。この事件により小川智子さんが宗教団体の信者であることが明るみになりました。もともとは宗教家であった高橋真嗣さんの著書である心の発見を読んだのを皮切りに、神秘体験などについて書かれた本を読み始めたのがきっかけだったようです。そして幸福の科学の総裁大川氏の本を読み信者になったようです。その後1998年には一緒に抗議活動を行った影山為夫さんが亡くなり、その際馬車に導かれ昇天する影山氏を見たとスピリチュアルな発言をしていたともされています。一連の宗教色が強い行動や発言などが重なり、小川智子さんはこれ以降メディアへの露出が極端に減っていくことになります。世間を騒がせた後の現在の姿は、現在
小川智子さんは変わらず宗教団体の広告塔として2010年から月刊誌に Are you happy? というコラムを連載されています。関連して2015年にはスピリチュアルな本を出版するなどの活動をされていますが、2018年までは同窓会コンサートと銘打った昭和を彩ったアーティストたちと全国を飛び回って歌手としての活動もしていました。出演者には小川智子さん以外にも安倍晋三さんや2018年に亡くなった西城秀樹さんらといった名前がありましたが、2018年に足利で開催されたのを最後に現在まで同窓会コンサートは開かれていません。